待ってました。11試合ぶりにスタメンで登場の長嶋一茂、阪神先発湯船がサウスポー、対阪神戦12打数5安打の相性の良さ、再び巡り巡ってきたこのチャンス、注目の1打席目はフォアボール。これをきっかけにチャンスを広げた巨人は2番河合がレフトへ2点タイムリーヒット、長嶋一茂ホームを踏んで巨人2点を先制です。これに対して阪神は巨人先発桑田から亀山が左中間へ、亀山一気に三塁へ、そして炎のヘッドスライディング、元祖亀山の気迫みなぎるプレーでチャンスを作った阪神、しかし8番木戸がダブルプレーと得点には結びつきません。逆に巨人は3回再び長嶋一茂、またまたフォアボールを選んで出塁すると、続く今日スタメンマスクの村田、レフト線へタイムリー、これも一茂効果というのか、完全にチャンスメーカーとなった長嶋一茂の出塁で巨人追加点です。そして試合は4対1の巨人リードで迎えた9回、完投目前の桑田に対し阪神は代打岡田がレフトへ弾き返し、2アウト満塁と絶好のチャンスを作ります。逆に大ピンチとなった桑田、土壇場で一気にボルテージが上がる伝統の巨人阪神戦、一発出れば逆転の場面で迎えるバッターは1番の和田。センターフライで桑田踏ん張りゲームセット、エースを信じた長嶋巨人快勝です。松井秀喜、巨人注目のこの2人、昨日に続きスタメン出場の長嶋がどんな活躍をしてくれるのか、はたまたスタメンを外れている松井に出場はあるのか、話題満載の伝統の一戦でした。まずは初回、トラキラーの巨人先発大田がパトレックにタイムリーを許すなど、巨人3回で早くも4点ビハインドとなってしまいます。しかし巨人も3回、ホームランはいらないと言っていたあの元木が行きました、やりました、レフトスタンドへプロ入り初のホームラン。ようやく反撃ののろしを上げると、5回にはさあ長嶋一茂ショートゴロか、いや走る走る全力疾走でセーフ、内野安打で出塁すると、これなんと阪神先発中田がまさかの牽制悪送球、さあ再び一茂が駆け回るぞ、そして一気に三塁へ、これも長嶋の持っている月か運か、狙ってもいないチャンスが巡ってきた巨人。ここで1番尾形がセンターへ弾き返し4対2、さらに巨人は満塁とチャンスを広げ、バッターは原を迎えます。しかし4番の原、残念ながらサードフライと、この回1点止まりです。逆に阪神は8回、5番手の水野から関川がタイムリーを放つなど2点を加え6対2、阪神のダメ押しとは対照的に一気に敗色濃厚となった巨人。しかし長嶋巨人はゲームを捨てません。そして見せます9回裏、ワンアウト2、3塁の場面で長嶋監督代打に松井、さあ4点差にもかかわらずこの盛り上がり、大歓声の中いよいよ伝統の一戦に初登場です。再びあの弾丸ライナーを見せてくれるのが松井、しかし空振りの三振、ハラハラドキドキ 120% のこの試合だけど、長嶋巨人敗れました。衰えた広島を捕まえて一気に白星を重ねたい長嶋監督、期待に応えて先制の場面を演出してみせたのは勝負強さの戻ってきた4番原でした。1回北別府から作った2アウト3塁の場面でレフト前へタイムリーヒット、投球のリズムを命とする北別府を揺さぶるには十分な一撃でした。続く2回には2アウト1塁から北別府が宮本に許したこのヒット、これが勝負の明暗を分けます。トップに帰って尾形が追加点のタイムリーをライト前へ、さらに河合の内野安打が続いて満塁としたところで、インサイドに的を絞っていた篠塚の一振りはドンピシャハマってライトスタンドへまっしぐら、今シーズン第1号のグランドスラムで序盤流れは完全に巨人のものです。一軍再登録で即座に先発の宮本にとってはこれこそまさに願ってもない展開、3回に野村の痛烈な打球を受けて油汗の滴る場面こそありましたが、大きなカーブを有効に使ってその後も広島打線を散発に抑えてみせます。中継ぎが崩れエラーも飛び出した広島は4回にも4点を献上し、もはやこの後の展開などどうでもいい状態の中、7回大久保が特大のおまけを見せてくれました。プロ初登板のルーキー広島佐藤から第8号のソロホームラン、あまりの大量得点に6回でお役御免の宮本、代わった2番手の橋本もまた1点こそ奪われはしたものの、広島打線相手に三振の山を築く力投で大勝に花を添えました。14安打に12得点、巨人にとってはともに今シーズン最多です。ジャイアンツはこうコースも打ってますから、だから明日はもうある程度こうコンスタントにいけるような状態でやっていかないとね、明日がまた全然打てなかったっていうとちょっとあれなんで、ね、なんとか頑張ってます。セカンド左を破ってライトセンター間へ、ライト長嶋の一瞬の隙を突き野村好走塁でツーベースヒットとします。
続く正田の6球目、今度は三塁へ盗塁。野村持ち味の足を積極果敢に生かしてチャンスを広げます。ここで正田はきっちりとセンターへ。久しぶりに広島らしい野球を見せて今日は先制。続く6回にも江藤のホームランで2対0としました。広島の先発は1ヶ月以上勝ち星から遠ざかっている川口。7回の巨人ワンアウトで5番の吉村。続く駒田、初球高めの変化球を叩きます。ツーベースヒットでワンアウト三塁二塁。川口6回に続いてピンチを迎えます。7番の長島には力が入りすぎてフォアボール。ワンアウト満塁。迎えるバッターはホームラン8本一発長打のある大久保。ストレートで追い込みフォークボールで三振。巨人は左に強い西岡を代打に送ります。ボール2からのストレート、川口気迫のこもったピッチングでピンチを切り抜けました。1回から1球1球に集中力を持って投げた川口は昨日14安打の巨人をわずかヒット5本に抑えて完封。今シーズン2勝目を挙げました。先発は望月。今シーズン中継ぎで11試合投げていますが先発は初めてです。立ち上がり河合をフォークボール、3番の篠塚も変化球で打ち取り上々のスタートを切ります。巨人のマウンドは桑田。このカード4回戦で完封しています。しかし1回2番の正田をツーワンと追い込みながらヒットを打たれます。続く3番の前田智則、ツーワンからのこれもストレートでした。自然にバットが出たという前田の5号ツーランホームラン。さらに前田は5回ツーベースヒットの正田を置いて桑田の高めのカーブを捉えます。タイミングが合い会心の当たりという6号ツーランホームラン、桑田をノックアウト。広島は前田の2本のホームランなどで8回まで7対0と大きくリードしました。テンポよく投げてきた望月は終盤疲れが見え、9回2アウトを取りながら今日2安打の四条にフォアボールを与え満塁のピンチを迎えます。バッター村田のこの当たり、内安打で巨人ようやく1点を返しました。なお満塁で元木、制球の甘くなっている望月、カーブが真ん中に入りました。レフトスタンドへ2号満塁ホームラン、これで7対5。望月はあと1人のところでプロ入り初完封を逃したものの、秋村大野のリレーで勝ち投手となってハーラーダービートップの5勝目を挙げました。